A イコール1、J イコール11、ハテナイコール13。何それ、わからない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、みみの館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、みみの館へようこそお越しくださいました。ほい、ということで今回は、某探偵さんの住む町をイメージして作られた、米花村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで米花村に出発。米花村に到着。あ、雨降りよる。そしてキッドのマーク。夢の世界へようこそ。あなたは今米花という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の米花の世界をご堪能遊ばせ。着替えも用意されている。よし、着替えていきますか。探偵みたいな格好やったりするんかな。よいしょ。はい、着替えまーす。あ、キットってことか。イエーイ、やったね。あ、そっか、白いシルクハットとかはないんか。なるほど、ちょ、そこだけ黒くなってしまうけれどもって感じ。あ、なんか最近、自然いっぱいの村ばっかり行きよったけんさ、まずこの街ということが、街ということがちょっと感動的なんだけど。すごいな。あ、コナンやコナン。村の旗はコナン。そして、見てこれ、役所の周り、金のバラなんだけど。そして、人の家はこっちの方にあるんやね。ふんふん。あ、なんかすごいな。ちょっと待って、座った。座った。はい、それじゃあ、とりあえず、1軒目に向かいたいと思います。はい、1軒目のお家。このお家の人？愛ちゃん、私はパス。ん？私はパス。なんかちょっとした謎も用意されてるらしいよね。ちょっとした謎解き。どこにあるんやろ。ここはあれだね、アガサ博士のところってことやね。アイちゃんおったし。なるほどなるほど。なんかより一層すごい感じになってるような気が、原作以上に。こんな感じでしたっけ、アガサ博士。でも、アガサ博士みたいにさ、あんなにいろんなものを発明できるって、すごいよね。私もなんかいろいろ作ってもらいたいんやけど。何をって言われたらちょっと困るけど、何かしら便利な道具を作っていただきたい。はい、上の階へ。お。ここには、まあ、パソコンだなんだといろいろ。ここでカチャ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 っとね。そして怪しげな薬品。はい、お邪魔しました。はい、そして、あ、びっくりした。あ、どうも。あ、ランちゃんや。どんな彫刻だったのかしら。どういうこと？あ、なにこれ、帽子がいっぱい落ちてあるんだけど。カッパのお皿。え？カッパのお皿？なぜカッパのお皿がここに大量に。類稀なる名画。うんうん。どんな彫刻だったのかしら？じゃ、これもなんか謎解きのヒントみたいな感じになってるってことかな。あ、喫茶ポアロや。ポアロ、ポアロ。いいね。結構いろんな人の村で、ポアロは再現されてるような気がする。ね。ポアロ。何か焼いてる？あ、目玉焼きか。なるほど。なるほど。ほい、ちょっと、左の部屋へ。
たくましい彫刻、これかもしやこれかもしやここにあった彫刻が盗まれたってことかな。たくましい彫刻やって、ほらすごい荒らされとる。すごい荒らして荒らして荒らしてたくましい彫刻を盗んでいったんだね。なんか類稀なる名画なら外に落ちとったけど、あとカッパのお皿とそれは違うということなのか。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、トイレや、トイレトイレ、トイレ。喫茶ポアロのトイレもね、よくなんか犯人が逃げ込んだりとかそういうのに使われとったような気がするけど。はい、そして2階へ。はい、そして2階は毛利探偵。あ、すごい、見てこれ、ちゃんと外から見てなるように毛利探偵事務所。あ、もしかしておっちゃんですかね小五郎のおっちゃんですかね。何カッコつけちゃって、ちょっといいゴルフクラブ持ってんじゃないのそしてここで、まあね、依頼人とピザを食べながら依頼の話を引き受けると。はい、そして地下へ。お、地下のこれは安室さんかな、そういうことそういうことかな、多分きっと。あ、屋根ゼロって書いてるけん、そうやね、安室さんやねちょっと見落としとった、普通に。かっこいい、かっこいい車に乗っていらっしゃる。良きだね、良きだね。安室さんもなんかもうすごい人気やもんね、単体で漫画になるっていう。で、彫刻を探すのが謎解きってことか。たくましい彫刻って書いとったよね。どんな彫刻だったのかしら。そこのは類まれなる名画だった。さっきこの辺コナン君歩き寄らんかっためっちゃ小学生やん。消えた彫刻を探し出せ。探し出したいけど、それは家の中？外に落ちたんかな？あ、さっきの名画みたいに。あ、どうも。前田看板がヒントや。あ、なるほど。ヒントがちゃんとあるのね。ここってあれよね。コナン君の家よね。コナン君のというか、新一の家よね。私、あの量の本、すごいなっていつもめっちゃ思うよね。なんか、楽しそうじゃない？住んでみたいよね、そんなところに。はい、それじゃ左の部屋へ。これは一体誰だい？新一かな？そういうことだろうか。あ、多分、そうかな？薬。薬ってことでいいんかな？元に戻る薬？そう？なんかいつもあの薬を延々と飲み続けておけば、ずっと大きいまま折れるんじゃないかと思うけど、やっぱり体の副作用がひどかったりするんかな。はい、それじゃあ2階へ。もういいね、シックで落ち着いた部屋。もう新一って結構ガチャガチャした部屋。っぽいイメージだけどね、クールな感じっていうよりは。でもサッカーボールとか置いてそうその辺のイメージはすごくある。マイデザ看板がヒントって言ったよね。まずそのマイデザ看板が見つかっていない。あ、てかコナン君の家こっちか。さっきのあっこ平次がおったよね。はい、お邪魔します。あ、これは学校？学校は学校やけど小学校かな。はい、左の部屋へ。
理科室や理科室。え、怖い、骨。骨、怖い。こういうのやったらまだわかるけどね。そしてなんか、ピチョピチョ音が鳴っているのが不気味だわ。理科室からそんな音聞こえたらなんかちょっと嫌よね。はい、そして奥の部屋へ。なんかここすごい暗くない？電気はないのか、電気は。はい、奥。あ、やっぱり小学校の方や。ん？なんか怪しい彫刻はあるけど。なんでこんな彫刻があるの？教室に。どういう状態？先生じゃないよね、別に。はい、それじゃあ、右側の部屋へ。右側は保健室や。なんか保健室めっちゃ広々としとる。私は小学生時代に保健室によくお世話になった。すぐ保健室行きよってけんね。お腹が痛いです。頭が痛いです。みたいな。中学ぐらいからあんま行ってないけど。うん、中学ほとんど行ってない気がするな。で、コナン君はあれなの？身長とかは伸びるの？ちゃんと。成長しようかな、その子供の姿の時。お、2階は音楽室。先生？先生なの？金太郎の頭だけど。先生ということでよろしいのかな。あ、すごい、ちゃんと絵が貼ってあるよ。ベートーベンとかバッハとか、あと一人はショパンかな。あの辺のね、ちょっと人の顔と名前があまり一致しないの、音楽家。はい、そして地下へ。ん？地下は、あ、図書室か。なるほど、なるほど。小学校、私中学校の図書室がめちゃくちゃ好きやった。中学校の図書室は全体的にめっちゃなんか楽しかったよ。なんか普通にワイワイガヤガヤしとったし、なんか漫画も置いとったし、ラノベとかもめっちゃあったし、あとなんかみんなで楽しめるようなゲーム関係の本。ゲーム関係って言ってもこのテレビゲームとかじゃなくて、ウォーリーを探せみたいな。とかもいろいろ置いとった。そして消えた彫刻は一体どこなんだ？その前に、あ、ちょっと待って。その前に前出た看板がどこにあるんかがちょっとわからんのよね。前出た看板はどこですか？あ、これ？なにこれ、なにこれ。ゲットイコール L。キングイコール O。ラブイコールハテナ。グッドイコール E。ラブってことよね。ヒント 2?2?1 はどこ ?1 個だけじゃないんや。ゲットイコール、でもこれ、多分ラブやとしたら、だってラブイコール V ってことよね。どういうこと？ラブ、I、V、5。違う。違う。え、あの、ヒント1はどこですかね？一つ目の縦看板。一つ目の、あ、なんかあったさっき。一つ目の前出た看板。もしかしてこういうところに彫刻があるってこと？それのヒントかな？ A イコール1、J イコール11、ハテナイコール13。何それ、わからない。何それ、あ、そういうことか、そういうことか。トランプ。A はエース、1。J。ジャック、11。ってことは13は K や。K。これがヒント1。ヒント何個あるの ?2 個？これ、ハテナの部分だけをつなげていけばいいんかな。だとしたら K、V。K、V。あとは、あとのヒントは何ですか？あ！ Wanted。犯人や、犯人。いいよね。犯人の半沢さん。
めっちゃ好きなんやけど。犯人視点とか、めっちゃいいやん。楽しすぎるわ。え、この二つだけってことかな。あ、ここにもある。あった。B、P、Q。何これ？これヒント3？え？何これ？何これ？全然わかんないんだけど。B、P、Q。なんでこれ相互になってんの？ B と P は、え？何？ B と P。P と Q。え？ P、Q。え？わかんねえ。何これ？何これ？全くわかんないんだけど。え？怖い。4つ。え？何？え？何なの？これはあれなの？原作を隅々まで見てたらわかるの？それは関係ないの？え、待って。4つ。B、P、Q。全くわからん。全くわからん。東西南北も別に違うしね。え、なんすか。BPQ。B。P。Q。なんかこう住人の名前になったりとか、そういうことではないの。てかこのゲットイコール L、キングイコール O、ラブイコールハテナ、グッドイコール E。これは何？ラブイコール V 以外の部分もなんか関係あるの？ゲット、L、キング、O。え？ああそういうこと？ゲット、L。日本語に直してるってこと？あ、ってことは、ラブイコール、V じゃない。愛や。そうよね。あ、え、そういうことや。ちょっと待って、なんか鳥肌立ったんだけど。そういうことや。ゲットする L ってことで、キングは王様で王。ラブは愛。グッドは、いいねってことでいい。そういうこと？え、ってことは、あそこに愛が入るの？え？愛が入る？あ、縦文字にごまかされとった。え？愛が入る？やっぱりこれ、ハテナの部分だけをつなげていくってことなんかな？え？け、あ、ん？もしかしてさ、これコナンの世界に、なんか答えがなるとしたら、ここは、D?KID でキッドかなって思ったんやけど、でもそれがなぜ D になるんか全くわからんのよね、私。D。勝手に D って導き出したけど合っとるかな？でもキッドが答えやとして、その場所はどこ？キッドっていうキャラクターがもしかして、え？おらんよ。キッズ？え？キッズ？キッズ？ちょっと待って。ちょっと待って。キッ、え、でもキッズやとしたら、どこかにヒント4がある？ S がいるよね。ちょ待って。あのヒント4はどこかにありますかね？もしかしてこっちの方とかにヒント4があったりとか、そういうことがある？それで、それ込みで、キッズの家の前の穴。ってことなんじゃないかなと思ったんやけど、でも S の文字を導き出すための縦看板がないないぞ。この辺別にヒント的なものはないよね。
あ、ある。これが D になるかな。 M、 これヒント 4？ ヒント4あるやん、ここに MTWTFS。 なにこれ。なにこれ、なにこれ、なにこれ。 M、 M、 T、 W、 T、 F、 S、 何の頭文字ですか。あのヒント1、ヒント2しかわかんないんだけど、ヒント1、ヒント2からキットじゃねってなって、でそこから今度またえ、でも動物の中でいるのはキッズよねってことは次 S じゃねって、なんか勝手に無理やり答え導き出しよるけど、これは D になるのか。 M、 M、 T、 W、 T2 回出てくるのか。T、 2回出てくる。 F、 S、 全くわからん。何、電車の駅とかそういうこと。わからない。なんだ、とりあえず、とりあえず多分ヒントはこの4つやと思うんで、みんなちょっとあれだ、謎を解いてみてほしい。私はとりあえずあのキッズの家の前を掘ってこようと思うので、多分合ってるんじゃないかなと思うけど、ただどうやってその答えになるのかが私にはちょっとわからないので考えてください。これで答えじゃなかったらどうしよう。ちょ待って、はい、キッズの家ね。はっ、これじゃね。プレゼントを掘り出した。なるほど、すぐに答えはわからない仕組み。中身はたくましい彫刻であってくれ。フォーチュンクッキー？フォーチュンクッキーだった。ちょっと待って、え、違うの？中からおみくじが出てきた。ミッションコンプリート。ん？ミッションコンプリート？正解ってこと？正解ってことかな。あ、彫刻がそのまんま埋まっとるわけじゃないってこと？正解っていうことでいいんだろうか。いいんだろうか。でも多分わざわざフォーチュンクッキー埋めとるってことは意味のある言葉を埋めとると思うけんね、謎解きとかそういうの仕掛けとる人ってことは、でそういうことよね、正解ってこと。ただそこになぜ、なぜあそこに D と、ん？ S か、入るのは。そういう D じゃねえわ、 S やん、こっち入るの。 S、 D って考えよったね、さっきまで。 MTWTFSS。 うん、結局わからないけど、なんかT と S が2回出てくるね。あ、え、ちょっと待って待って待って、え、あれ違うな。違うな。明治大正って思ったけど、その後全然昭和じゃねえ。 W になった。W になった。え、何？ M、違うね、エイプリルとかでもないね。 M、 メイ。でもいきなりメイから始まるのもね。ワン。全然違う、 O じゃない。 M から始まるってなんだ。ま、み、む、め、も。やっぱり駅とかじゃない。目黒とか。たちつてと、まあよくわからんけど、新幹線とか。新幹線四国通ってないけんわからんだよね。なんなんやろ、みんながわかるような問題なんじゃないかなって思うんやけどな。くそ、明治大正ではって思った私の時間を。全然違う。
違うな。MTW。何なんだろうか。縄文から始まったりせんしな。とりあえず T と S が2回ずつ出てくるっぽい。ということだけ。ほい、ということで、ちょっといまいち、ちょっと私の頭が悪すぎてすっきりはしなかったけれども、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。